まそうこれ。ほら、プルプルにできてますよ。プルプル、プルプルちゃんです。おお、すっげえこのジクジク度。これ買え。室外の温度が9度ですね。ほんまやばかった今日は、ほんまに。この先、運金を右方向です。走ってたらこれ重大事故ってなってて、さっき高速降りたんですよね。さっきっていうかね、2時間前ですけどね、2時間前に高速降りたら、もう下道2時間ですよ。ほんとめちゃくちゃ長いで、そんでまた今からね高速乗るんです。あー大変。さっきまでの渋滞がやっと抜けたと思ったら、めっちゃ雨降ってきてるんですよ。これどっちかというと大雨や。これもう、これラーメンでもそこら辺で食べて、もうテントで寝たいわ。もう料理するのがちょっと億劫になってきますね、これ。っていうかこれタープ立てるも大変やな、これ。めちゃくちゃ遅くなって思ったわ、これ。4時半やけどめちゃくちゃ暗い。しかも4時半、しかもね、外もね案外寒いんですよ、これ。またしかもめっちゃ狭くなってきたし、道がほんまに合ってるのかもね、ちょっとね。なんで合ってるこれ。おお、道路をさ、川のように流れとるのとさっきから見てるけど、キャンプ場これ絶対やべえよ、これ。もうサイト内絶対川やっていうか池や、沼。キャンプしてる人おるやん。ほんまおるもんやな。今ね、サイトの方に到着したんですけどね、もう真っ暗。もう大変やった。渋滞がもうやばかった、とりあえず。しかも今から、はあ、つらい。少しとりあえずね、設営の方をしていきますね。設営の方終わりました。あー嬉しい。ちょっとね、この濡れない環境が嬉しいです。でもね、足ちょっと見て、これびちょびちょ、裸足です。めっちゃ冷たいね、今の気温。ちょっとほら見てください、12度、12度から11度ですね。めっちゃ寒い。意外と寒いですよ。ほら息白いでしょ。もうね、お腹ペコペコなんですよ。もうタープ立てながらね、もう腹減ったばっかりしか言わんかった。さあ、ご飯の方を作っていきますね。
よ。今日の晩御飯はタイのあら煮になりますね。あら煮なのに焼いてます。ちょっとね、香ばしくしちゃいますね。これもうブリカマ思い出すな。これうまそう。うわ、このジュクジュク感うまそう。うわ、めっちゃ香ばしい香りしてきた。よし、タイの方入れてきます。あ、落ちちゃった。危ねー。落ちてたら最悪やったわ、これ。よかった。よっしゃ。これね、でっかい鍋がなかったんでね、フライパンにしちゃいました。フライパンでやっちゃいます。丸使いますね。白鶴丸。すべて目分量。そしてみりん。みりんの方が目分量です。そして砂糖の方になりますね。あら、あら、あら、ちょっと、あ、生になってたな。おいしくなるよ。よっしゃ。このね、ネギのね。行きましょう。です。よし、蓋の方しちゃいますね。うん、ちなみにここも使っちゃいますね。このヘタっていうのかな、これ。これもうまいのよ、シコシコして。俺好きなんやな、これ。よっしゃ。よっしゃ。よっしょ。この卵も。しすぎか、これ。こういう出汁作ったことないな。そのままちょっと、こういうみんな方を入れてきますね。わわわ、最悪、砂が。よし、次は椎茸。今日はね、メスティンで茶碗蒸しの方にチャレンジですね。茶碗蒸し作るの初めてです。こんな感じでいいのかなっていうか、なんかね、こしていかなんか、なぜかね、これこさなきゃダメらしいですよ。ちょっと、入れるか。欲張りな俺は入れちゃいます。よっしゃ、こんなもんかな。蓋して、さあ蒸してきますね。よっしゃ、蒸し切りしちゃいました。よし、OK。 そして蓋の方していきますね。これね、新しくね、気温計を買ったんですよ。今のこの室外の温度が9度ですね。そしてね、あ、消えちゃった。
これ31度ってなってるじゃないですか。これが呼気なんですよ。呼気で室内にこれを置いといて、それで呼気を外に置いとくと温度が違う温度が測れるんですけど、この今31度の温度のところはこれゆずちゃんのねお腹のところです。ゆずさんのお腹のところに引いてますね。ゆずちゃんのお腹31度か、あったかそうやな。今日ねちょっと時間短縮でこれ即席のお味噌汁も作っときますね。あったかいも欲しくなりますからね。気温9度やも10度下回ってます。キクラゲのね甘辛煮になりますね。エナキョウのサービスエリアで売ってましたね。よいしょ、これも絶対うめえわ。見てください、めちゃくちゃうまそう。ちょうどね鍋の深さがちょうどいい、うまい具合の落とし蓋みたいになってますね。うまそう、めちゃくちゃうまそう。これやばい、この感じ。ちょっと焦げたかな今回は。なんかねお米の表面がなんか焦げた色を出してるな。やっぱりお焦げありました。お焦げ全開。ご飯お焦げあります。ちょっと焦げすぎるな。でもこれよっしゃ、できた、できた、できましたよ。よっしゃ、オッケー。揃いました。早速食べてきますね。いただきます。いただきます。お味噌汁の方からちょっとね、うわめっちゃわかめ増えちゃってる。あーうまい。よし食べてきますよ。うわうわ、ここほっぺたもね美味しいですけどね、まずはね見てもらうためにこのホクホク感、火を通しすぎてない感じ。この火を通しすぎたらねちょっと硬くなっちゃうけど、この感じ見てください。うわっ、うわっ、うまー、めっちゃうまい。うまそうだ。うん、めっちゃ。うわ、これネギもめちゃくちゃうまい。これ絶対そうめん入れたらうめえやつやわ。よし、このねほっぺたの部分、これ一番おいしいという。見てこれ、もうタイがでけえからさ、ほっぺたの部分のお肉もめちゃくちゃでけえ。うまっ、うん、うわ肉厚、肉厚感抜群。よし、茶碗蒸しのを食べてきます。見てください、ほらプルンプルン、プルンプルンできましたね。柔らかすぎへんかな。おいしそうっしょ、これ茶碗蒸し。こんなの食う人いませんよ、こんなでかいの。やばっ、あぶっ、うん、うまい。これ
椎茸のこれ出汁がめちゃくちゃ出てる。あ、エビ出てきました。食感、味は美味しいですよ。ブルンブルン食感が新鮮。目玉って言ったらこんな感じですよね。この目玉の中に入ったトゥルントゥルがうまいのよ。すげえ、ルルルル、これうめえ。チクチクなってるのうましたよ、ね、この感じ、油がこれ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 、外カリッとね、うまそうよ。よっしゃ、はい、おいおい、あずきほら、あずきほら、ほら、ほら、冷やしておこうね。よいしょ、よし、よし。うわ、引っ張る力が半端ねえよ。落としたらないですか。案外この肉柔らかいよ。ラム柔らか。全然普通に避けていける。あ、小豆でも食いちぎれる柔らかさ。おおおお、だいぶ持っていったのよ、ね、これが。おおお、小豆の割には頑張ったね。言ってたんでね、道の駅で柿買ったんですけど、めちゃくちゃうまいですよ。柿って美味しいですよね。っていうか旬のものって美味しい、本当に。今のね、室温は12度、外のね、気温がね、7度になりますね、これ。小豆というのがね、柿が食べたくてしゃあない、もらいたくてしゃあないですよ、これ。本当に渋滞がありの雨の中走りの、ほんま何時間、めちゃくちゃ本当はね、ここに着く予定時間は2時頃だったんですけど、今日着いたの5
閉じ込めでしたからね、ほんま渋滞やばかった今日は、ほんまに。そして真っ暗な中の雨の中の設営、これは本当につらかったな。まあね、明日は晴れると思うから、天気予報では晴れって言ってますからね。とりあえずもう気分切り替えて、ちょっと寝ようかな。寝て明日の天気に備えます。おやすみなさいです。